コーティング歴。今回の動画の中で CHR トコペン GR スポーツのコーティングの様子をご覧いただきます。その前にご注意点があります。両社ともにトヨタディーラー内でのコーティング施工です。いつものディーラーの方からコーティング業者を紹介していただき、それからずっと同じ業者に依頼しています。それに伴い、私がコーティングおよびメンテナンスを依頼する場合、ただコーティングをお願いしますとしか言っておりません。ですので、コーティングのメーカー、ブランド、商品名について一切わかりません。このコーティング業者は個人経営で大手の業者ではありません。ですので、その時において一番グレードの高いコーティングを施工しており、軽自動車クラスのコーティングでも10万円超の価格です。しかし、いつもの担当の方からの紹介ということで、非常に破格の料金で施工してもらっています。大手業者のコーティングと比較される場合は、長期の軽自動車クラスで10万円のコーティング剤と比較すると同程度の効果のあるコーティングメニューとなると考えられます。それでは本編開始です。この CHR は2017年6月に納車されました。そしてディーラーの方の勧めで納車と同時に人生初のボディーコーティングも施工してもらいました。人生初ということで本当に効くの？と懐疑的でした。ディーラーの方も同じ業者でご自分の車にも CHR と同じ溶剤のコーティング施工済みです。 CHR 購入前にディーラーの方の自家用車に施工されているコーティング状態を実際に見せてもらい、その感想は本当に綺麗でした。ピッカピカ。 CHR 購入前、私はワコーズのバリアスコートを施工していましたが、洗車後の丁寧な水分拭き上げ、どうしてもうまく施工できない素人施工にうんざり状態。こんなことをディーラーの方に言ったところ、業者コーティングの話があり、まさしくこれが渡りに船状態でコーティング施工となりました。その後は納車の翌年2018年にメンテナンスを依頼。メンテナンスとはボディについた汚れを軽く磨き、コーティングの効果を蘇らせることです。そして最初の車検が行われた2020年に新たなコーティングを施工。この時は最初のコーティングを落とした後の再コーティング施工となりました。ですから初回料金よりはコーティング落としの工数分料金はアップしました。そして2020年の再コーティングの翌年2021年時には実車を見てもらった結果、今回はメンテナンス不要となりました。そして翌年2022年には2018年同様のメンテナンスを私が依頼。今回は私の強制依頼でした。メンテナンス料金は約1万円です。実は今までご覧いただいている画像はその2022年にメンテナンス施工直後なんです。すでに納車後5年経過しています。私が言うのも口はばったいですが、メンテナンスの割に綺麗に見えませんか？実はメンテナンスだけを依頼したのですが、ちょうどこの頃に新薬剤が。何の新薬剤かというと、新バージョンのコーティングのです。当時正式に発売はされていなかったのですが、メンテナンスではなくコーティングしませんかとお誘いの言葉。しかし条件外、このコーティングは未発表なのモニター販売と同じ扱いです。その代わり料金はメンテナンス料金で施工。私が迷う余地は 0.01 秒なく、お願いしますと私ですので、この映像を含め今までの画像の全ては納車後5年経過したコーティング済みの映像です。全く偶然でしたが、駐車場にはこの CHR と同じマイナー前のタイプ、同じ白の CHR を見ることができました。当然その CHR と見比べました。全くそのメンテナンス状況は分かりませんが、この CHR の方が白光りしていました。私の偏光目線を他にしても真っ白でした。間違いない。業者さんの話ではコーティング剤が毎年進化し続けているそうで、同時に効果光具合も確実に進化しているとのことです。私も納得納得。このメンテナンス未発表コーティング施工と同時に、特にバックドアのドアヒンジ、ダンパーの付け根付近の清掃も依頼しました。さすがプロ、ピッカピカ。 CHR の場合、この映像は納車後6年経過の2013年12月、コーティング3回、メンテナンス1回、最新コーティング施工後1年6ヶ月経過時のコーティング状況です。このコーティング剤は浸水性ではなく撥水性です。本来はかけた水がコロコロしますが、ルーフやボンネットあたりの撥水性能は落ちているようです。1年365日の 6.5 年、完全青空駐車の現状です。直射日光が当たりづらいドア付近はまだまだ撥水しているようです。
窓は窓専用のコーティング済みです。私としてはせっかくの撥水性のコーティングですので水玉コロコロになってほしいというのは偽らざる気持ちです。コロコロは見てて気持ちいい。業者さんによれば日にちが経過すればコーティングの最上部は落ちてくれそうですが、塗装面にへばりついたコーティングはそう簡単には落ちないそうです。実際洗車後白い塗装面はとても綺麗でキラキラとまで言わないまで私が見てもいい感じで白い状態を保っていると思います。今までコーティング回数実質3回メンテナンス1回で料金の総合計は7万円未満です。そろそろ3回目の車検を迎えるこの時期でこの綺麗さには大満足です。メンテナンスを施工してもらえば水玉コロコロは確実に復帰します。2024年6月には3回目の車検ですのでその時には4回目のコーティング予定です。コペン GR スポーツの場合、次にコペン GR スポーツのコーティング状況をご覧いただきますが、その前にこのコペン GR スポーツの簡単なご説明からです。それではどうぞ。納車は2023年4月です。もちろんこのコペン GR スポーツにも納車と同時にボディコーティング施工済みです。前述の通りコーティング剤は毎年性能アップのことですので、便宜的に2017年 CHR の初施工コーティングをバージョン1、そして2023年版コペン GR スポーツコーティングをバージョン7とします。ちなみに CHR およびコペン GR スポーツともにボディコーティング、ウィンドコーティング、樹脂パーツ M コーティング、下回りの防錆コーティング、すべて施工済みです。バージョン7ともなると白さ、光具合はもちろんのこと、コーティング自体の強さもバージョンアップされているとのことです。納車バイアスもあるかも。樹脂パーツのコーティングも依頼しましたが、さすがにここまでは未施工です。その未施工箇所はエンジンルーム内のコーティングです。施工は納車1週間後でした。そこは自力でコーティング、使用したのはワコーズスーパーハードです。最初の出会いはバイクの樹脂パーツ発火防止です。その効果には完全納得済みの私。そしてエンジンルーム内でスーパーハードを施工した箇所がこの着色したところです。手が届く範囲で全ての樹脂パーツ施工済みです。そして時は2023年8月、新たなコーティングイヤフィルムを貼ってもらいました。それはヘッドライトの樹脂部分です。これも日焼け防止の一環です。透明フィルムなのでとても見づらいです。この画像ヘッドライトパーツの端キワキワにフィルムが剥がれています。完全防備完成。ではコペン GR スポーツ納車後8ヶ月経過のボディコーティングです。撥水性もバッチリ。この水玉コロコロを見ると妙に安心できます。チップもメンソールタイプが好き。そうそう、コーティングですが水をかけた瞬間に水玉になり、地球の重力によりすぐに水玉が落下していくのが分かります。水玉コロコロがなくてもコーティング自体の効果に大きな変化はないと言われても、撥水性になれた私にはこの水玉コロコロは安心材料。しかも見ていてとても気持ちがいいものです。洗車は1月1回の頻度です。しばらくの間この水玉コロコロをご覧ください。CHR のコーティングでは施工後8ヶ月でここまでの撥水はしていなかったと記憶しています。やはりバージョン7になると沈下の度合いは大きいと感じます。今回は私が施工してもらったコーティングでしたが、他社のコーティングサービスも
大きな変化はないと思っています。価格による差はあるでしょう。ワックス作業を省きたい方、溶剤の吹き上げ、どうしても吹きムラが気になる方、そしていつまでも購入当時の輝きをできるだけ保ちたい方には、コーティング施工はとても満足いく選択になると思います。私はこれからもコーティング再施工メンテナンスを持続していきます。ちなみに私の場合、コーティング施工による洗車時の時間になっていません。なぜならその時間を細かい洗車メンテナンスに時間を割いているからです。